でも例えばから地下浸水をって京都から高野という題で京都大学防災研究所の水災害研究部門の戸田が講演させていただきます。こういうちょっと古い歌謡曲のタイトルを持ちつった題名にしてますが、基本的には都市水害をやってましてですね、その都市水害の中で特にその最近注目されています、地下浸水の解析をご紹介します。で対象といたしまして京都、大阪の梅田地区こういうような博多をやってますので、こういうちょっと、タイトルにしてます。で、1時間ぐらいのお話をさせてもらって、その後皆さんとはいろんなご質問なりコメントなんかを受けて、ディスカッションしたいと考えています。よろしくお願いします。で本日の話の内容ですけれども、京都、大阪、福岡の地下空間の、浸水解析をしてますので、その解析結果のご紹介いたします。まず最初にですね、その中でも京都を、最初から手を挙げてましたんで、京都を少し詳しめに話しようと思ってますが、まずその地下に水が入る前の、大雨による京都市内の洪水の氾濫の解析、それと地下空間の解析に差別しまして、地下街の模型を作ってですね、地下街の水流模型実験というのがありますので、そのご紹介いたします。でその後、京都市内の地下空間の、コンピューターによります浸水の解析、それと大阪の梅田地区の地下空間の浸水の解析、それと一番最後は一番新しいんですけども、昨年、起こった福岡の浸水解析、99年に起こってますので、99年と、の事例をと事例の検証という形で福岡市内の JR 博多駅の地下空間の浸水解析を紹介いたします。まずはじめに地下浸水の事例を、ご紹介いたします。でこれは1999年6月に起こりました、今からちょうど5年ぐらい前に起こった水害です。これが、ある意味では、我が国の都市水害の、研究なり、対策の、契機となった、水害なんですけれども、三笠川という川があふれまして、市内で氾濫を起こったと。その市内の氾濫した水が窪地になってます、JR の博多駅周辺に集中いたしまして、地下空間に水が大量に入っていったというわけです。地下への入り口のところでこのように水がどんどん入っていってますし、地下鉄の、コンコース切符のところがこのように使っているわけです。で当然この時には地下鉄のホームにも水が入りまして、約4時間ばかし福岡の市営地下鉄も、運休したようなことが起こっています。全く同様の浸水がですね、ちょうど昨年の7月19日にも起こりましてですね、ちょっと溢れた川の場所は違うんですけども、同じように福岡市の JR 博多駅の方に水が溜まっちゃいまして、4年経った後でも、よくなことがまた福岡の玄関口の台としては、九州の玄関口の台として起こっちゃったということです。この時にも同じように地下空間にも浸水が起こっております。で、その2つの水害のですね、現に出ます雨の特徴を少し整理したものがこれですが、99年の時の、水害の時はですね、福岡市内でも、時間最大雨量77ミリ、すごい雨が降ったわけです。午前の8時から6時の間に、77ミリの雨が降っています。で同じように三笠川という川の上流の太宰府市、太宰府天満宮で有名な太宰府市でも、同じような雨が降って、三笠川という川の流域一応で、雨が降ったわけです。で、それに対しましてですね、昨年の、雨に関しましては、福岡市内で見ますと、100ミリちょっと超すぐらいで、それほど、ものすごい雨ではないわけですね。よく降ったなというぐらいの雨です。それに対しまして、川の上流にあります太宰府市ではですね、時間雨量99ミリという最大値を含みまして、合計で350ミリを超すような雨が降ったわけです。で、福岡市の人にとってみたら、自分たちが住んでいる場所では雨が降っていないのに、突然川が降っちゃったよと。
というわけで、あの川の上流で大雨が降った時には下流の人が知らないうちに今川が増水して災害が増えちゃうということが起こるわけです。ですから、あの自分が住んでる場所だけじゃなくって、その自分が住んでる場所を含む川の流域全体を考えなかったら、まあ、いけないよということを、まあ、案に示している、まあ、事例とも言います。で、まあ、99年2003年の時の、まあ、福岡市内の氾濫した場所を示しているんですが、まあ、どちらもほとんどそこでは熊谷が全てとしても重なっているんですけども、まあ、おおむね博多駅のを中心とした、まあ、辺りで浸水が起こってまして、ちょうどこの博多駅の部分というのは窪地になってましてですね、ここに水がどんどん溜まっちゃうと、三笠川という川はこれで、まあ、こうした川が流れているわけです。で、99年の時にはこの辺りが増えたんですが、2003年の時にはこの辺りと、まあ、この辺りで、まあ、溢れているわけです。で、まあ、若干溢れたら違いますけども、あの最終的に溢れた水が博多駅の方に行ったというのは、まあ、よく見てるわけです。まあ、今のが、まあ、福岡の氾濫の事例ですが、まあ、その時に、まあ、まあ、我が国で、まあ、最近起こっていると被害で、まあ、大きなものといえば2000年9月の東海水害です。これはあの1日半の間に、まあ、560ミリを超すようなもうとんでもない雨、まあ、確率で評価してましたら、まあ、500年に一度か、まあ、それ以上のようなあの規模の雨が降ったんですが、まあ、それによって、まあ、名古屋市内を中心に、まあ、東海地方で、まあ、大きな水害が起こったわけです。で、その際にですね、あの名古屋市内は、まあ、至る所で氾濫が起こったんですが、まあ、一つあの庄内川という一級河川の、まあ、バイパスといいますか盆水になっています新川という、まあ、川でも堤防が切れましてですね、まあ、西宮島町という名古屋に隣接する町で、まあ、浸水害が起こったわけです。で、これがあのその発展した地点を収めている航空写真ですが、まあ、このように新川が約100メートルぐらい、まあ、決壊したわけです。で、まあ、この写真はですね、まあ、そういう、まあ、発展の現場を押されていると同様に、まあ、一つの、まあ、水害の特徴を示しているわけです。と言いますのは、この下側、この、まあ、西宮島町のこの地区に関しましては、この堤防が切れたために、まあ、当然あの水に浸かったわけですね。で、川の水がどんどん市街地、まあ、堤防で含まれた場所、堤内地に入っているわけです。こういうふうにあの川の水が、まあ、溢れる、あるいは堤防が決壊して起こる、まあ、氾濫のことを、外の水がやってきて溢れる氾濫ということで、外水氾濫、外水氾濫と言います。外水と書いて外水氾濫と言います。ですから、あの河川の水が溢れてますので、見てもらったお金のように、あの水の色が濁ってますね。ちょっと茶色くなってます。それに対しまして、この上の方は堤防が切れないにもかかわらず、まあ、水に浸かったわけです。これはですね、このエリアに降った雨を下水やポンプが川に吐ききれなくって起こっている氾濫ですので、こういうのは内水氾濫、打ち水氾濫と言います。ですから、降った雨を下水を返してポンプ場に運んでいって、そういうポンプ場から河川に十分吐ききれないために山の中を起こっている氾濫でして、内水氾濫と言います。ですから、この写真は外水氾濫と内水氾濫と、まあ、うまく、まあ、表しているという写真でもあります。で、最近はですね、かなり大きな川に関しましては、まあ、十分な河川整備を進めますので、河川の堤防が決壊する、あるいは、まあ、降るということはあまりないんですが、逆に都市域におきましては、降った雨を十分、低平地、特に低平地なんかでしたら、降った雨を十分に下水で処理しきれずに河川に吐けないために、まあ、やむを得ずこう使ってしまうという、こういう内水氾濫というのが、まあ、最近は頻発しているわけです。で、まあ、
当然、まあ、1日半の間に560ミリという、まあ、1年間に、まあ、1年の総雨量の3分の1ぐらいの雨が降ったわけですから、まあ、至る所で、まあ、被害が出てます。で、まあ、建物が浸水したということ以外にも、まあ、電気やガスが、まあ、やられてしまったりとか、まあ、新幹線もその余波を伝って、まあ、止まっちゃったりとか、まあ、あとで申し上げますけれども、まあ、地下鉄とか、まあ、施設なんかも、まあ、運休したというわけです。で、まあ、そういうわけで、まあ、土地型水害という言葉をよく使いますけれども、まあ、土地型水害とは何かと言いますと、まあ、なかなか定義も様々ですが、まあ、私たちが考えていますのは、まあ、基本的には都市地域における、まあ、集中豪雨によって起こる、まあ、市街地の激しい、まあ、浸水です。で、まあ、その特徴は浸水の様子というよりむしろその場、都市域という場によってまた出される特徴がありましてですね、地下鉄や地下街といった地下空間に、まあ、浸水が生じる。で、まあ、停電であるとかガス供給の障害であるとか通信不調など、まあ、ライフラインの機能の低下をもたらします。で、まあ、同じように鉄道とか道路交通などを麻痺させますよというわけで、まあ、都市機能の低下をもたらす水害です。で、と同時に、まあ、様々な被害が、まあ、連鎖して起こる、複数して起こりますので、まあ、多大な観察被害をもたらす水害です。ですから災害そのものの規模、氾濫域の面積であるとか水深の割には人間にもたらす影響が大きい、まあ、田舎とか地方に比べると、まあ、そういう影響が大きいというわけで、まあ、都市で起こる水害については十分な注意が必要となっています。で、まあ、先ほど、まあ、ご紹介しましたように99年の福岡、2000年の、まあ、名古屋の東海水害、2003年のまた福岡、あとは世界でですね、2001年の韓国のソウルのような、でも同じような、まあ、都市型水害が起こってましてですね、あと、まあ、2002年もヨーロッパでも水害があったんですけど、その時にもチェコのプラハとかドイツのドレスデンとか、まあ、都市も同じような形の水害が起こっています。というわけで、まあ、非常に最近は、まあ、都市での水害が、まあ、以前よりは頻発しているわけです。で、まあ、我が国に限って話しますけれども、まあ、どうしてこういうふうに最近水害が、まあ、起こっているのかという話をちょっと考えてないんですけれども、まず一つは豪雨がやっぱり頻発しています。で、大規模な雨は別にしましてですね、短時間の激しい雨といいますものは明らかに増えてましてですね、これは1時間に75ミリ以上降る雨および100ミリ以上降る雨を表していますが、明らかにやっぱり最近は増加の傾向にあると。で、特に都市域ではヒートアイランド現象が起こりましてですね、積乱雲の激しい動きによりまして、短時間でも非常に集中した雨が起こりやすいということは、まあ、言えると思います。それが、まあ、先ほど申し上げたような、まあ、内水氾濫みたいなことを、まあ、頻繁に引き起こしていると言えると思います。で、次はですね、まあ、あとはまあ、場の問題がございましてですね、まあ、今までしたら、まあ、都市的といってもちょっと、まあ、少し、まあ、外に出れば、まあ、郊外になってまして、そこには、まあ、高田があったりとか、ある程度、まあ、森林があったりとかしてたわけです。で、まあ、森林や水などがありますと、まあ、雨が降りましても一時的に貯留したり地中に浸透させたりとかして、まあ、下流への流出は、まあ、抑えられる、あるいはある程度時間が経ってから、まあ、川に水が出るわけです。ところがですね、まあ、都市化が進展していきますと、まあ、従来森林とか水田だった場所が、まあ、アスファルトなのかで覆われてしまいます。となってきますと、降った雨はいきなり下水を、まあ、介して川に出てきますので、まあ、河川への流出が早くかつ多くなってくるわけです。で、右がちょっと、まあ、小さくて水なんですけども、横浜市のあります津波川という川の流域を示していますが、かれこれ50年ぐらいの間に随分、まあ、都市化が急激に進展しましたので、同じ雨に対して川の流量がどういうふうにこう変わったことを示していますが、これが、まあ、開発する前の、まあ、流量、川の流量の時間的な変化ですが、開発が進んでいきますと、まあ、こういうふうになってくるわけです。ですから、
川の流量のピークが、まあ、倍ぐらいに上がっちゃって、かつピークに至るまでの時間がまあ短くなってくるというわけで、水害が起こりやすくなっていると、まあ、水害に対して極めて厳しくなっているということが、まあ、お分かりだと思います。で、あとですね、まあ、先ほどの話も関連しますけれども、結局まあ、稼働は稼働で、まあ、できるだけ回収とか整備は進められてきたんですけれども、そのために結局堤防で守れた内側、堤内地というところに降った雨を今度は下水移動を介してポンプ場から河川に、まあ、吐く必要があるんですけれども、その能力が十分に伴っていないと。1時間雨量、まあ、70ミリとかそれ以上の雨を処理するような下水道はあります。長くないので、そういう短時間の激しい雨を下水で吐けなくて、堤防の内側で水が浸かっちゃうと。また河川の水位が上がった場合には、河川の水位が上がってきますと、河川にいくらでも水はポンプ場が張れませんので、その下水とポンプとの運転の調整、下水道と河川のポンプの運転の調整とかができましてですね、まあ、低平地ではそういういわゆる内水氾濫のようなことが、まあ、よく起こっているというわけです。で、まあ、最近、まあ、都市域で起こってます、まあ、水害氾濫による水被害の、まあ、割合を見ますと、さっき言いましたように川が溢れてる、あるいは川の堤防が壊れて起こる氾濫よりは、はるかにこう降った雨が、低内地に降った雨がはっきりと残る内水氾濫の方がかなり大きなウェイトを占めているわけです。というのは、まあ、状況があるわけです。ですから、まあ、場がやっぱりこう変わっちゃって、水害に対して厳しくなった。と同時に、まあ、雨がかなり短時間にきつく降ってくると。で、下水道と河川との、まあ、整合の問題などが、まあ、複雑に絡み合いまして、やはり、まあ、どの町でも都市水害、まあ、どの町でも水害に対して、やはり脆弱になっているというのは、まあ、否めないと感じています。でですね、で、まあ、そういう、まあ、厳しい状況はあるんですけども、じゃあ、いかにしてこの都市水害を、まあ、防いでいくかということを、まあ、我々、まあ、研究しているんですけども、まあ、大体のことは、まあ、いくつありますけども、一つはですね、まずはやっぱりこう、発生した水害に学ぶと。まあ、過去の水害であるとか、他の都市で起こっていることをよく見るということが、まあ、大事かと考えています。だから、まあ、一種、まあ、水害といいますのも、まあ、人間の病気に、まあ、例えたらお分かりと思うんですけども、まあ、気を失うのもですね、過去の水害といいますのは。だから、以前に起こったところは必ず弱いわけですから、ある程度、合戦解消されたりとか、さまざまな手を打たれても、ウィークポイントは分かりませんので、過去の水害を紐解いてみれば、やっぱり、どの場所が悪いのか、危ないのかなちょっと分かったと思います。で、近年、まあ、都市化が進んでますので、以前は水害に対して脆弱でしまなかったところに人が存在してますので、まあ、そういうことをきちんとしたということが大事です。で、まだ他の町で起こったことも他人のことは思わずに自分の町のことを考えて、やはりこう対策になり、まあ、予防をするということも大事だと思います。で、それはまあ別に計算をしたりとか手間暇かけたら解析をしなくても、ある程度意識さえ保てればできることだと思います。で、次ですね、まあ大雨なんかがありますと、まあ大雨が降った時に、まあ、どういうふうに都市水害というのが発生して広がっていくかというのを、できるだけ、まあ定量的にかつ科学的に、まあ、予測できることが、まあ、大事です。で、まあ、私たちはこういう視点で、まあ、研究してるんですけども、まあ、これが、まあ少しでも進んでいけば、ある程度、まあ、水害の防止に役立つというふうに考えています。その際にですね、単にその地上の部分がどうなのかということだけじゃなくて、まあ、その下にあります地下の浸水も合わせ持って予測することが大事です。で、またどこかに申し上げますけれども、もう都市水害の中で最も厳しい、というか危ない、人間に対して厳しい、あるいは、まあ、非常にこう、被害が大きくなってくるのは地下浸水ですので、まあ、地下浸水に回す私の予測を、まあ、これから進めていく必要があります。まあ、そういうことは、まあ、そういう予測を、まあ、進めていくという、予測を進めていくことによってですね、じゃあ、具体的に
まあ、どういう対策を講じていけばよいかと、まあ、ハードな対策とソフトな対策といかに組み合わせていくかということを、まあ、今後、まあ、行政の方々を中心に、まあ、考えていっていただくことが必要かなというふうに考えています。で、まあ、それで、まあ、今回はですね、まあ、我々が研究で行ってます、まあ、都市水害の予測モデル、予測解析で、まあ、予測に関する解析について、まあ、今日はご紹介いたします。まずですね、最初に申し上げましたように、まあ、我々京都にいますので、まあ、京都に対しては、まあ、思い入れもありますし、まあ、京都といいますのは非常に、まあ、研究のフィールドとしても、まあ、面白い場所でございます。で、そういうわけで、まあ、京都を、まあ、一つの、まあ、フィールドとして今まで研究をやってきているわけですが、まずですね、その大雨によって鴨川やその川が、まあ、溢れたときに京都の町はどのようになるんでしょうかという話を、まあ、調べています。そしてそのときに同時に、まあ、地下空間はどのようになるんでしょうかという話について、まあ、話し出します。で、まあ、こういう、まあ、計算、まあ、こういう研究する、まあ、端子の端ですね、今からかれこれ7、8年ぐらい前にですね、新聞社の方がちょっと、まあ、ヒアリングに加えましてですね、で我々でまあやってる研究の話をしたんですけれども、その人がおっしゃったのには、例えば大雨が来た時にじゃ一体京都の町はどうなるんですかというような質問されたんですよね。例えば100年に1遍とかそういう大雨の時にじゃ一体今の京都の町でどうなんですかという話をされた時に、ここ個別個別のさまざまなことをやってるんですけども、そういう、まあ、ご質問に対してきちんとしたことができなかったわけです。で、それはやっぱりこう、ある意味では非常に大事な問題提起をしてもらったわけで、やはりこう、外力という雨に対してどういうアウトプット、どういう、まあ、ことが起こるのか、雨が降って川が増水して、やがて氾濫して、それがどう引いていくのか、というそういう全てのものを総合的にやっぱりとらまえないと、なかなかこう、ここの細かなことだけいくらやってても、結局なんか重箱の隅をくじくってなことになることが多々ありますので、そういう、まあ、現象を全てこう統合して現象の始め終わりまでを一貫して説明できるようなものを、まあ、考えたいと思ったわけです。そういうことで今からご紹介するモデルを、まあ、作ってきているわけです。で、その後にじゃその解析結果をもとにして、まあ、地下に水が入ることが予想されてきたので、地下の浸水の予測をしたいと、まあ、それに、まあ、まあ計算もできますけれども、まずどんなことが起こるのかどうぞ明らかにしたかったために、まあ、模型を使って、まあ、その現象を、まあ、目で見たわけです。そして、まあ、その後で先ほど申し上げました地上のモデル、それから、まあ、地下の、まあ、実験結果を元にした形で地上と地下を統合したモデルで、まあ、いわゆる、まあ、全体を統合したようなモデルを、まあ、作ってきているわけです。まずその雨が降ってから地上がどのように氾濫するかというモデルですが、先ほど申し上げましたように雨を与えてやって川が増水してやがて氾濫が起こると、そして、まあ、氾濫した水は、まあ、下水で、まあ、最終的には、まあ、引いていかれると。当然、まあ、市街地にも雨が降りますのでその雨も下水である程度処理できるというわけで、こういうものを全て、まあ、一緒に担当した形のモデルを、まあ作ってきたわけです。で、まあ、一つの例を今日はご紹介いたしますけれども、京都は最近はほとんども水害は起こっておりませんが、まあ、歴史をひもときますと昭和10年1935年にですね、ハワイの大雨がありまして大きな洪水が起こっています。この時はハワイの鴨川にかかってます橋が落ちてますし、鴨川のみならず天神川とか西高瀬川なんかでも大きな氾濫が起こります。で、この時に起こった雨を与えましてですね、現在の京都市内の地形を与えてやって現在の京都でどんなことが起こるのかなというのを、まあ、解析したわけです。その時には先ほど申し上げましたように山の計算も、山に降った雨が川に出てくることも扱いますので、京都市内を見るんですが、鴨川流域とか高野川流域とか岩手北山東山西山に向けて領域に加えた形で計算をしています。
でまず雨を与えてやって、でこれがまあ昭和10年の時の雨ですが、大体あの1日ぐらいの間に約300ミリぐらいの雨が降ってます。で結構二山ありまして、まあかなり連続してあの30ミリの時期にコスタの日が続いている、まあ、かなりの大雨です。でこれはその雨を与えてやって各川で出てきた流量を示しています。鴨川、高野川、だから鴨川と高野川を合わせますと約どうでしょう、そうすると、まあ、約、まあ、800トンから900トンぐらいの雨になってますね、あ流量になってます。でこれがあのその昭和10年の水害の記録です。であの京都水害史という本から抜いてますが、あの昭和10年の時代の記録ですんで、単位が尺ですんで、なんか分割しているのも30センチ以下とか30から5センチという、そういう中途半端な値になってますのが、その尺の単位のせいです。ちょっと古いあの記録を抜いてますので、ちょっと画像がまあ悪くて申し訳ないんですけども、まあ、これ見ていただけたらお分かりのように、あの昭和10年にはですね、大体天神川のあたりがよく溢れているわけですね。天神川からあの吉祥院のあたり、それから、まあ、上戸のあたり、それから、まあ、鴨川沿いに出町柳の北のあたり、それと、まあ、鴨川沿いに、まあ、四条五条のあたりから、まあ、溢れています。あと、まあ、下流の方の底平地、まあ、淀とか中条のあたりは、まあ、藤井川と桂川も堤防が挟まれてますので、まあ、低いところは、まあ、流下市では水が、まあ、溜まっている状況です。で、現在の京都市内に対して計算した結果がこれです。で、まあ、先ほどの図と比べていただくとですね、まあ、かなり西の方はこれあの浸水が収まったわけです。以前のような天神川沿いであるとか堀川沿いは、これはもうあの浸水が起こってません。これはあの天神川はかなりあの昭和10年以降河川の改修が進みましたし、堀川も暗渠化になりましたので、その影響が出てます。でそれ以外はですね、まあ、全体的に見ますと、まあ、概ね昭和10年の時と変わらないというような答えになります。まあ、鴨川もまあ改修はされてますけれども、抜本的な問題はありませんので、あとまあ山地のまあ発達とかまあ違いなんか考えますと、まあ昔とはそれほどまあ安全度はそう上がったとは言えませんので、まあ大体昭和10年とよく似たようなところがまあ溢れるというふうに予想されるわけです。で特にあの鴨川沿いですね、鴨川沿いで、まあ、これが出町柳ですけれども、その下流真歌町ぐらいからずっと、まあ、三条四条五条のあたりまでは、まあ、鴨川が、まあ、溢れる可能性が高いというわけです。でまあと同時に、まあ、南のあたり、まあ、中小島とか横大寺淀三須のあたりも、まあ、底辺ですので、まあ、使っている。でここで大事なことはですね、あのまあ、鴨川が溢れるということによってですね、このまあ四条河原町であるとか、まあ、京都駅であるとか、まあ、ちょっとその上、まあ、上の三条の河原町あたりが、まあ、使うわけですね。それでもあの、まあ、いわゆる京都の町の繁華街中心地だとともにですね、あの皆さんもお気づきのように、まあ、地下街があるわけです。ゼスト、池、ポルタ、ただにその阪急電車の、まあ、地下駅ですから、あのもしも京都でこの21世紀の京都でももし仮に大宮だったならば、鴨川沿いにやっぱりある水があるために、まあ、地下浸水が起こるのは、まあ、十分予見されるわけです。ですからあの、まあ、地下浸水の、まあ、研究といいますか、地下浸水の予測も、まあ、十分にやっていかなくてはいけない。それですね、あの地下浸水のことを、まあ、調べた、まあ、成果についてご報告いたします。であの、まあ、先ほど申し上げましたように、もしも鴨川が増えますと、まあ、
三条あたりから南でありますので、ゼスト池、この池の地下街並びに四条原町の地下空間並びに京都駅の地下が、まあ、使う恐れが高いわけです。それであのまずですね、まあ、計算もしておりますが、一体まあ地下空間に見せた時にはどうなのかということは、やっぱりこうある程度、まあ、ビジュアルといいますか、ある程度こう考え的にやっぱり把握することは大事ですので、一つあの大きな模型を作って、まあ、地下空間の中の水の向きをまあ調べたわけです。であのどこをまあ扱うか最初に随分考えたんですけども、まあ、模型を作るのに、まあ、模型が作れる程度の難しさで、かつそれなりにやっぱり、まあ、複雑だということを考えましてですね、まあ、あの今出てますあの京都の池地下街を、まあ、対象として選んだわけです。一つはですね、これは、まあ、明らかに鴨川の西にありまして、鴨川の、まあ、氾濫によって流の水が入ってくると。でもう一つはですね、こう比較的単純と思いますけれども、あの地下1階、地下2階、地下3階と、まあ、山荘の、まあ、構造になってましてですね、まあ、結構あのそれなりに多層化していると。で地下1階と地下3階は結ばれているけれども、地下2階は、まあ、地下3階へ抜ける道がないとか、ちょっとまあそれなりにこう入り組んだ構造もあったりしてですね。でおまけに、まあ、一番、まあ、下層の3階には地下鉄のホームがあって、また地下鉄軌道につながっているというわけで、まあ、地下空間の中の水の向きを調べるには、まあ、格好の場所というふうに考えられましたので、まあ、この場所を用いた、まあ、この場所を選びまして模型を作ったわけです。で、まあ、ですと池の特徴ですけれども、まあ、こういう構造とともに、あの実はですね、この東の方がですね、あの西よりも 1.5 メートルほど低いわけです。だからこちらの方が低くなっています。で地下3階の地下鉄ホームといいますのは、もう地下1階と地下1階のコンコースとしか結ばれていません。地下2階、地下3階を結ぶ動線はないです。でもう一つですね、地下3階はあの、まあ、東西線のホームですが、あの乗客の安全を考慮いたしまして、ホームに直立の壁がありまして、電車が来た時だけ、まあ、ドアがあるという構造になっています。ただ、こういう構造が、まあ、浸水に対してどうかというのも、後で、まあ、ご紹介いたします。でまあまあ、こういう、まあ、京都の方はご存じと思いますけども、地下1階、地下2階、地下3階の状況です。で、まあ、あの、まあ、示しました地下街をですね、まあ、アクリルの模型を使って、まあ、再現したわけです。で、あの、テストは一軒を管理する会社の方とか、京都市役所さんの方に、まあ、資料をご提供いただきましてですね、あの、地下街の模型を作ったわけです。で、実はあの、かなり職人さん泣かせの仕事になっていただいて、あの、模型を作る方々もベテランの方ですけども、こういう模型を作ったのは初めてだったらして、まあ、非常に苦労されたみたいです。ただし、あの、職人さんに頑張ってもらったんで、あの、いわゆる階段の部分とか、建物の柱なんかに関しては、すべてもう実物通りに埋まってましてですね、階段の段数とか形状までもすべてきちんと再現しています。ただ、あの、少し違うところが2点ばかりありましてですね、1点は、あの、地下1階、地下2階、地下3階と、まあ、同一、まあ、平面上で言いますと、同一の、まあ、平面上になるんですけども、そうしちゃうと、地下2階で、流れが見えないし、測定できませんので、地下2階の部分だけは、こう、ハス階に、あの、地下空間の幅だけ、まあ、下にずらしています。で、あと、あの、ゼスト池の商店は、まあ、店の中まで全て再現できませんので、まあ、壁が、まあ、店の前が、まあ、ゼストのように閉まってるか、まあ、本屋さんのように半分開いてるか、あるいは角っこの羽屋さんみたいに全部開いてるか、まあ、そういう区別だけをしています。でも、まあ、それ以外の構造に関しましては、あの詳細に三軸の字で、まあ、作っております。で、まあ、こういう模型を使って水流すんですけども、一つの、まあ、
そういう、まあ、水を使った実験の図でございましてですね、30分の1の模型を作った時には長さは実物と模型とで、まあ、30分の1ですよと。で流速に関しましては実物と模型では、まあ、模型は実物の約 5.5 分の1ですよ、時間も実物の 5.5 分の1ですよと、流量はまあ5000分の1ですよ、まあ、こういう、まあ、図ができるわけです。でこういう図に従いまして測った値を実物の値にまあ換算しています。まあ、それであの、まあ、いろんな条件で、まあ、北からとか、東からとか西からとか、いろんな条件で、まあ、水流して、まあ、流域を調べたわけですが、まあ、今日はあの時間の中もありますので、まあ、ワンケースだけの結果をお紹介いたしますが、あの京都の、まあ、今日はちょっとご紹介しませんけれども、京都の町全の中心部を、まあ、作った模型実験を別途、他の先生方がされてましてですね、その結果を拝借いたしまして、鴨川の大橋の、まあ、西のあたりから約 100トンパーセック、まあ、約100トンの水が、まあ、鴨川から増えている想定をした実験結果を元にいたしまして、その時の各地下街の入り口に入っていく流量を流入の条件とした形で実験をしたケースを紹介いたします。あの鴨川が100トン溢れるというのはですね、おそらくまあ荒っぽい計算ですけれども、大体100年に一度ぐらいの洪水が起こった時にはあり得る値です。100年に一度ぐらいの大雨の時に起こり得る溢れる量ですね。でそういう時にそういう条件のもとであった地上の実験の結果、まあ、こういう、まあ、各赤いところで示した入り口から、まあ、入ってくる流量を示しています。で、まあ、土地からの人は分かると思いますけども、この15、16、この地下2階の入り口、これはあの地下駐車場の入り口です。蒲田通りの横にパカッと入るところですので、まあ、これが、これ合計で約30数トンです。100トン入ったうち、約3分の1が地下空間に入りますが、そのうち、まあ、4割ぐらいがこの地下2階の駐車場から水が入ってまいります。で、まあ、それ以外は、まあ、大体どこからも、まあ、1トンとか2トンぐらいの水が入ってくるという状況になっています。で、あの地下3階のホームは、まあ、閉まったという状態のもとで実験はしています。ただ、まあ、どうでしょう、100年に1回の雨が降って、鴨川が、まあ、お池越しの辺が溢れちゃったという、まあ、状況を、まあ、想像してください。その時にあのお池地下がいかどうなのかということを示したのはこの図です。で、さまざまな点であの水の深さ、水深をですね、計測して重ね合わせているんですが、まあ、その代表的な結果がこれです。地下1階の東の側、地下鉄の、まあ、コンコース、切符岩の辺を A、で西の駐車場を B、地下2階の駐車場の東側を C、同じく地下2階の駐車場の西側を D、で地下3階 の東西京都市役所前行きのホームも E というふうに守ってますが、それであの水が入り出してからの時間で、まあ、A、B、C、D、E の各点での水深、水の深さの時間的な変化を示しております。でこれを見ていただきますと、このように、まあ、当然大体、まあ、東の方が水が入ってきますので、まあ、A 点の方から A の B、A のところでどんどんどん、まあ、水深が曲がるところです。で入らせてからもう20分ぐらいで、まあ、1メートル、まあ、50センチはアップします。で A 点のところに水が溜まってきますと、この E 点のところに、まあ、水が落ちてきますので、 E 点のところの水深も上がっていくわけです。で先ほど言いましたように、まあこれ E 点に関しましては地下鉄の扉が閉まっているという条件でやってますので、あの非常に、まあ、空間としても小さいために、一旦水が入り出しますと非常に短時間の間に急にこう水深が上がっています。わずかどうでしょう、わずかまあ10分ぐらいの間でもほぼ満杯ぐらいになっていくわけですね。でまあ並行して C と D、 地下2階に関しましては、この地下2階の東の方からどんどん水が入ってきちゃうというわけで、まあ、
地上の浸水深の変化とか見てみたら、まあ、特に、まあ、地下街、地下空間での水の上がり方を見たりしています。まあ、特に、まあ、この構造上の特徴でもありますけれども、地下3階のプラットフォームはもうとんでもないことが起こるわけです。あっという間にもう人間の背丈、それ以上の水深になっちゃうと。ちなみに今は扉が閉まったという条件でやってますけれども、もしその扉が開いてますと、まあ、水深はここまで上がりませんが、しかし実況を見てましたらですね、この E のところではもうすごい流れになってきまして、水深が小さいけれども入ってくる流れがものすごいので、まあ、いずれにせよ地下鉄のドアの扉が開いていようが開いていまいが、もう地下さんが行っている人は、まあ、逃げるなんてことはできないという状況になってます。で、まあ、そういう状況でして、仮に今30分同じような状況を続き出すと、もう地下街の東側半分は水深が1メートル越しちゃうと。で、地下鉄のプラットフォームからオーバーフローした水は地下鉄の軌道に落ちましてですね、で、どん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 水が入っていきますと、地下鉄の軌道も結構こう、勾配がございましてですね、これは東西線なんですけども、引き落としは諸前駅よりも東の方が低いわけです。鴨川を渡ってますので三条京阪の駅が低いわけです。というわけで、もしも京都市役所前駅が水に浸かっちゃって、地下鉄軌道に水が落ちてくると、軌道に落ちた水というのはどん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 東の方に流れ去って、最終的には三条京阪の駅の地下鉄の駅が、まあ、水没しちゃうというようなことになる結果が出ています。で、まあ、今ご紹介した、まあ、計算事例が実験が分かるように、まあ、地下空間のような非常に、まあ、狭い狭い中で急に水が入ってきて、もう急に水深が上がっちゃうというわけで、やはりこれは特に避難、人間の避難とか救助、救援が非常に大事だというふうに考えましてですね、じゃあそういう、まあ、人間が避難できるのかどうかということに、今、テクモス私でもう一度、まあ、実験結果を整理し直そうとしたわけです。それでその時にはですね、当然、階段といいますのが、地下2階、地下3階から地下2階、あるいは地下から地上に逃げる、まあ、避難経路になりますので、水が入っていると同時に避難路になりますので、その階段部のところで人間が逃げたかどうかというのを、まあ、調べる必要があるわけです。それで先ほど申し上げましたように、まあ、詳細な階段部を作ってますので、その階段を作りましてですね、まあ、模型、その階段部分で流速度推進を測ったわけです。まあ、こんな形で、まあ、水を流して階段部分の実験をしてですね、流速度推進を測りました。で昔の建設所の土木建設研究所の方々がですね、まあ、こうそういう水が入った時の避難の、まあ、限界線みたいなものを調べていただきましてですね、それがこの赤い線です。でこの赤い線よりも、まあ、下に来ていると、まあ、なんとか人間は歩いて階段を逃げられますよと。でそれよりも上に来ちゃうと人間は水が入っていく中歩いては逃げられませんよという線でして、で今回やった実験結果をこの図にプロットしたものです。でこれを見ていただきますと、それで、まあ、黒い点が、まあ、階段とかスロープとか今回やった実験結果も知ってるんですけども、これを見てもらいますとですね、地上の浸水深、地上例えば川町3人あたりが30センチほど使っている時に入ってくる状況、水が入ってくる状況の下での避難が、まあ、おそらくギリギリいっぱいなわけですね。もしも門町を行け周辺が50センチほどの水深があるとするならば、地下の人は地上には逃げられないと、地下から地上には逃げられないということになっています。でまたですね、別途他の、まあ、研究者が平面上で人間がこう洪水に逃げる、まあ、限界と言いますのは、おおむねですね、まあ、小さい子供さんとか高齢者だったら、まあ、20センチ程度、
で成人の、まあ、女の人だったら50センチ程度で、まあ、成人男子だったら70、80センチ程度が、まあ、人間がまあ歩いてスムーズに逃げる限界というふうに指摘されてましてですね。で先ほど申し上げました実験結果について、かなり短時間の部分、水が入り出してから20分前のところで水深の変化、黄色はまあ20センチから50センチ、赤は50センチ以上で、このペケはまあ先ほどの指標の中で人間が水が入ってくるときに階段から逃げられない、まあ、ケースを示しますが、まあ、それらしで全部点を取ろうとしたわけです。そうしますと水が地下空間に入り出してから10分経てば、まあ、東の方は20センチになって、こうして、まあ、いくつかの階段で車両の出入り口では人間が避難、まあ、困難になります。で、15分経ちますとですね、地下2階は、まあ、50センチを越してきますし、地下1階のいくつかの階段でも、地下1階から地上に出ていく階段の半分以上が、まあ、避難には使用できなくなっています。で、そうこういううちに20分経てば、もう空間の東半分は全て50センチ以上、特に先ほど申し上げましたように、この地下3階に関しましては、もう1メートルをはるかに越すというような推進になっちゃうわけです。ですからですね、もしも100年に1回の大雨が降って、鴨川が溢れたときに、その溢れた地点が小池大橋の辺だったら、この、お池の地下側にいている人は水が入り出してから20分経ってからではもうどうしようもないという状況になってしまうわけです。それで鴨川が溢れてから地下空間に水が入るまでの時間が約5分ですので、鴨川が溢れてからの時間に考えていますと、この時間に5分を足していただくと鴨川が溢れてからの、まあ、時間になります。というわけで鴨川が溢れ出してから20分経てばこうなるわけです。26分でこうなると思います。で、まあ、皆さんに、まあ、考えていただきたいのは、もしも地下にいている人が地上の状況なり川の状況なんかをきちんと把握していなかったならば、もう10分、20分という時間はあっという間ですから、気がついて、ああ、水が入ったと思えば、もうその状況でもこうなってしまうわけですね。というわけで、避難であるとか、まあ、予警報であるとか、まあ、様々なそういう、まあ、問題をですね、この、まあ、実験結果、可視結果を、まあ、まあ、示しているわけです。まあ、これちょっと、まあ、非常に、まあ、レアなケースかもしれません。いうやつの中で、まあ、非常に、まあ、ある意味では危ない、非常に危ないケースがたまたま見つかったかもしれませんけれども、まあ、この事例が象徴しますように、地下空間の浸水の恐ろしさみたいなものを、まあ、極めて、まあ、的確に言いますか、極めてこう、厳しく、まあ、指摘したような事例が、まあ、現れたわけです。それで、まあ、そういう事情を、まあ、戻しまして、で、まあ、でまあ、いつもいつも実験ばかりできませんので、先ほど、まあ、紹介いたしました地上のモデルと、まあ、地下のモデルと、まあ、合致もしましてですね、地下の浸水も表すような、まあ、モデルを、まあ、作ってきたわけです。で地上と地下を多くの層に分けるようなモデルにしてますして、まあ、地下の浸水までも、まあ、扱おうというふうにしてきてるわけです。でまあ、詳細はもう分かりますけども、そういうモデルをまあ作りましてですね、最後、福岡の浸水解析をご紹介いたします。で、まあ、同じようなモデルをまあ福岡にもまあ提供したんですけども、まあ、この理由はですね、まあ、こういうまあ京都とか大阪でまあ計算してますけども、まあ、実際に起こった場所で、ちゃんと再現計算をしてみて、まあ、その計算の精度を確認したかったというのが一つです。でもう一つは、まあ、そういうもとにしまして、まあ、実際に水が入った博多駅地下街のまあ危険性を、まあ、もしも超過洪水、もっともっと大きなものが来たときにどうかという話を、まあ、検討しているわけです。で、これはまあ一番最初のときに、まあ、スライドで紹介した福岡の街の真ん中あたりですけども、
まあ、これ見てもらったら分かりますように、あの JR 中田駅の周辺がまあ最もこう、まあ、くぼ地になってて一番まあ水がたまりやすいというところになります。で、まあ、この約3平方ぐらいの面積のところを、まあ、計算の対象域にしています。で、地下街はですね、あのこのように地下鉄 JR の線路を JR の線路を塞ぎまして、まあ、東西に分かれてましてですね、筑地口の方のコンコースと博多口の方のコンコースで、その間にベイブスであるとか、あのいくつかの、まあ、地下街が、まあ、隣接しています。で、結構あの地下街といいましても、あのちょっとまあ、あのどうでしょう、継ぎ足したというような感じがありましてですね、結構手羽とか分かりのに結構この、 あの地盤の高低差は凸凹しています。でですね、あの99年に起こった水害に関しましては、まあ、いろんな方々がいろいろと調べていますので、ですね、その結果を使わせていただいて、あの三笠川という川とその支線になります三の放水路というところから、まあ、溢れた水の量に関しましては、大体あの水産といいますか、検討になってましてですね、まあ、そういう条件を経てますので、あのこの条件を用いて、あの地上の氾濫の計算をしています。その際にですね、地上に溢れた水といいますものは、まあ、ある程度下水でも測れますので、下水の設計規模の概ねの7割で測れている。で、まあ、ビルの地下への流入量なんかも、まあ、引き取り調査の結果を用いていると。で、先ほど言いました、あの、このデイトスという地下空間にはですね、あの貯水槽がありますので、その貯水槽への貯留も、まあ、考慮していますと。で、地下街の入り口にも、まあ、場所によっては段差がありますので、まあ、車道とほどの段差、また若干地下鉄入り口の段差がありますので、まあ、細かいことを言っても分からないんですけども、まあ、おおむね平均して、まあ、30センチ程度の、まあ、段差を与えています。で、まあ、こういうものを加えまして、まあ、計算をいたしました。で、あの右の方が、まあ、地上の浸水深の分布でして、赤いラインが、まあ、浸水したエリア、浸水実績です。で、左の方が、まあ、地下街の浸水実績と浸水、まあ、計算結果です。で、まあ、まあ、よいところ条件とかは、まあ、変えて、まあ、ある程度こう、合うようにしている面もあるんですが、まあ、こういう計算をしてやって、まあ、地上と同様に、まあ、地下の方も、まあ、ある程度は、まあ、水の入り方が、まあ、再現できたよというわけです。ですから、あの事細かな精度までは要求されても、それは厳しいですけれども、おおむねどこが、まあ、使いやすいかとか、どの場所が、まあ、ネックポイントであるかとか、その際に人間が、まあ、避難できるできないの推進かどうかというぐらいの、まあ、判断は、まあ、今回ご紹介したような地上と地下を一体にしたような、たくさんの大きな分けたようなモデルで、まあ、計算できるんじゃないかというふうに、まあ、考えているわけです。で、最後にですね、まあ、そういう、まあ、浸水結果をもとにして、まあ、どの程度、まあ、危ないかないというのを調べていますが、まあ、川が溢れてから、まあ、3時間の最も厳しい状況の時に99年6月のケースでしたら、たかだか、まあ、浸水深は、まあ、20センチを超したぐらいでとどまっていると。だから、まあ、99年の時にも、まあ、地下、この駅周辺の地下空間ではだいぶなくなってませんでしたが、まあ、東側だけが、まあ、若干使っただけで済んでますというわけです。それで、もしもですね、99年の6月の川から出た流量が、まあ、仮に2倍となった時にはどうかという、まあ、一種の超過構造、一種の超過的な現象を、まあ、調べてみますとですね、まあ、もしも2倍やってきたときには、やはりこう東の側が上がって、しかもそのときには東の、一番東の端の地下空間で、水深が50センチを超す場所ができるんだと。と同時に、
いくつかの階段のところで人間が避難できない場所が出てくるよというのがこれは分かったわけです。ですからまあこういう計算をまあすればですね、まあどの程度の甘さかというのは、まあ、ある程度は予測できますし、で、まあ、こういうことをもとにしてじゃあどういう対策を打てばよいのかなというのかが、まあまあ、調べることができる、まあ、あるいはそれをもとにして、まあ、いろいろと、まあ、対策を考えていくと一つの、まあ、判断材料にはなっていくと思います。で、最後にですね、まあ、共感した話のまとめと、まあ、今後の課題について、まあ、簡単に、まあ、まとめさせてもらって、まあ、今日の話を締めくくりますが、まあ、地下浸水の、まあ、特に京都の実験に関しましては、まあ、その恐ろしさを見てもらったわけですが、まあ、もう地上と地下空間を統合したようなたくさんの毛をいっぱい結びつけたモデルを使いますと、まあまあ市街地の中で起こる、まあ、水害地下浸水が、まあ、ある程度解析できるようじゃないかというわけです。で、まあ、計算結果並びに、まあ、実験結果から、まあ、地下空間でですね、まあ、床面積並び、まあ、空間の容積が地上に比べてみて非常に小さいために、まあ、氾濫水の流入によって水深が急激に上昇する場所があり存在します。どこもかしこも違いありませんけれども、その地下空間の地形的な特徴によっては非常に危ない場所が存在するわけです。で、また梅田の計算の例なんか見てますと、まあ、地下街の浸水に関しましては、まあ、京都の小池山もそうですけれども、まあ、地下空間の構造と同様にですね、まあ、接続している地下鉄の駅の位置であるとか、その地下鉄の駅の構造みたいなものを、まあ、その地下鉄の、まあ、路線の高さみたいなものが、まあ、影響はしてきますとですね。それで、まあ、今後の、まあ、課題ですけれども、まあ、我々はこれたちで、まあ、地下、まあ、都市水害をやってきているときに、まあ、地下浸水の問題の重要性を、まあ、認識して、まあ、最近はかなり地下浸水を中心に、まあ、研究をしているんですけれども、まあ、都内のこれからしていかなきゃいけないかということですが、まあ、一つの大事な点はやっぱり、その地下浸水時のやっぱり、まあ、一つの対策という意味で、避難ですね。まあ、いかにしてこう、人間が災害の場合でも、まあ、無事に逃げるようにするのはどうしたらいいか。あるいはその時、まあ、災害の場合でも、いかに、まあ、それを、まあ、救助、救援するかという、そういう、まあ、システムだとか、そういうことを、まあ、勉強していく必要だと思います。従来、まあ、地下空間に関しましては、まあ、火災中心に、まあ、設計されたりとか、火災中心に、まあ、対策は考えてますけれども、まあ、ほとんど地下の浸水に関しては、ほとんど眼中なかったと言っても問題ありませんし、もともと地下空間といいますものは、水が入ることを前提に考えてませんでしたから、ただ、まあ、福岡水害を契機にして、まあ、水が入り出したこともありますが、やはり、まあ、こういう、まあ、そうそうな対策を、まあ、どう整備するかということをやっぱりこれから進めていく必要があると思います。で、あとですね、まあ、ライフラインの施設ですね、だからそのある程度、まあ、大きな空間だけじゃなくって各ビルの地下室なんかにも結構電気設備であるとかそういうものが地下に潜って地下にありますけれども、まあ、ライフラインの施設の、まあ、大切な強化、被害を最初に抑えるために、まあ、そういうライフラインの耐水性の強化、まあ、そんなことなんかも、まあ、合わせ持って、まあ、検討していく必要が、まあ、あると思います。で、あと、まあ、その地下、まあ、当然、まあ、都市水害の防止には河川をいかにこう、まあ、河川の安全度を上げたという問題が、まあ、根本にあるんですけれども、でも何かいきなり河川の水害が進みませんから、まずはその都市水害の危険性、特にその地下浸水の危険性を一般の人がまずは認識してもらって、まあ、その、もしもの時にやっぱりこう、危険を生かして逃げるなり、誤った判断をしないということを、まずはまあ認識してもらうことが、まあ、大事だと思います。合わせもって、まあ、我々としましては、まあ、地下浸水に関係するさまざまな防災の問題を今後とも研究していくことを考えております。それでは
そろそろいい時間になりましたので、じゃあこの辺で終了いたします。どうも長い間ご清聴ありがとうございました。